始まった。始まった。さあ2回戦始まりましたね。はい、始まりました。お待たせいたしました。急に始まりましたが、ベストワンカップの2回戦となっております。ちいちゃからご紹介いたします。ちいちゃに地下の立ちを、なんちゃに、川崎雄志、そしてシャーちゃ斉藤武志、ペイちゃに田之内翼となっております。どうしました？はい、何でもないです。大丈夫ですか？はい、はい、ということで、今回はなんと、はい、ここは2人になってしまいました。朝ピンどっか行ったの？朝ピンどっか休憩、バイバイ朝ピンということで2人で行きます。はい、どっかでへこんでます。さあ、どんな一曲、ドラはペイ、ちいちゃはちかのです。はい、そうですね、2回戦からちょっと予告なしでいきなり始まりますので、そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらも今びっくりしました。4択でやってる中の1択だけをやってるんで、はいはい、あんまり開始前に喋ったり映したりできないんですね。そうですね、今回の4人はどんな感じでしょう。事前アンケートをねお願いしてるんですが、見た限り川崎さんが攻める感じで、斉藤さんは控えめな感じで、近野さんは手役派な感じで、そしてムチムチの田之内さんということですね。というようになっているようですが、はい、どうでしょう。との一曲です。もう田之内カップは全部田之内が放送されるんですね。そうですね、はい、連覇するとこんなことになるんですね。さっき下にね、降りたんですけど、田之内さんと目が合うとちょっと渋い顔をしました。ムーっていう顔をしました。裏のランカーみたいな。さあ、近野がテンパイ、ごめんなさい、ヤンワンかチーワンでテンパイ、リーチに行きました。ヤンマンか手を選択しました。ヤンマンは場に一枚切れ。ただ近野の目から、E1 が4枚見えてるんで、はい、まあ、リャンワンが端牌みたいな扱いになるので余りやすいということですね。しかも E1 切ってる人とリャンワン切ってる人はリャンワン持ってないでしょうから、いいですね、山にも結構いると。はい、リャンワンは山に1枚、川崎がリャンワンを1枚持っています。そうですね、川崎に対してだけは情報がなかったんですかね。そうですね、そう、はい、ここだけは川崎だけが1枚、マンズの情報なくて、E1 とリアワン切ってる斉藤と近野が持ってなさ、斉藤と田之内が持ってなさそうですね。だから読み通りですね。はい、読み通りのリアワン短期のリーチとはこの1枚とかに、あ、大丈夫です、見えてます、ありがとうございます、優しい。ただこの手配って、近野の手配255ってあるんでね、これ山にはいそうでも後引っ掛けにはなりにくいので、はいはいはい、出上がりはあんまり期待できないんですよね。ウーマン持ってないと、まあ、その、はいはいはい、その後ウーマンの周りがたくさん切られてみたいなことがあるんですが、このリーチはつも上がりきたいという感じですね。つまりましょう。リーズもチートイツ大きいですもんね。あ、徳島の方もしかして先ほどのインタビューですね、途中で紹介途中で切れてしまいましたから、ごめんなさい、はい、またおそらく次の休憩時間に最初から見れると思うんで、まずこの徳島の斉藤さんが今打ってるところからですね。斉藤さんですね、今映っています。さあ、残り1枚はまだいますかね。まだいますね。ただ他の3人が手になってないので、まあ、積もれるかどうかでしょうか。9ピン通ってますね。はい、9ピン、そうですね。完全、誰に、みんなに安排ですね。シャアにしましたが。シャア、あれ？シャアは通っていない。まだチートイツでの上がりを見てるんでしょうかね。そういうことですか？
なんだろうただチートイツの上がりは見てそうですがあります、うんうんうん、実際イーシャンテンですね。イーシャンテンですね。さあキューピンもここで話します。だからキューピンの重なりを、いや違うな、キューピンはアンパイですね。キューピンなんですよね、はい、あ完全アンパイを残していったところですね。さあこれが背景ですね。地下の積もれず一人天敗で流局です。地下の連チャンにありますね、うん、やっぱり親のリーズもチートイってかなり大きいので、あの出上がりが多少減っても3200オール取りに行くのはありですよね。はい、3200オールもしくは6000オール、6000オール、そんな6000オールや思ってリーチしますよね。しませんね。いやあんまりしませんね6000オールになればいいなぐらいですね積もった瞬間によっしゃ6000オールやって思いませんね。はい、はい、ドラはローマンです。あこれあの今リーチ棒しまっちゃってるので、あの教託リーチ棒出しとかなきゃいけないのしまっちゃってますので、運営さん、ね、あの地下の3日先天棒を出すようにお願いしてほしいですね。あ今出ましたね。出ましたね、はい、しっかりしまっちゃった。さすがに誰か気づきますね。あそうですね、うん、はい、そんな大井さんを最後にして引っ張ろうなんていう作戦ではない。大井さん最後じゃないですよ。しかも大井さん4回戦目に配信で6回戦まで配信あるんで、で6回戦だけは組み合わせあの人数が減ってるので組み合わせがまだ決まってないですね。そうですね、はい、5回戦までは棚内を中心に全員が打つようになってます、はい、16人で5回戦だと全員と1回ずつ当たるんでね、1人固定にしとくと全員打つるという、ね、おおなるほど、はい、そういうの地下の、おおマンズだ、お面本チートイツのイーシャンテン、ドラのローワンが1枚あるのでそこがどうなるか重ねます。重ねたい、あるいは仕掛けていくかですね。そうですね、薬杯が2つありました、うん、さあ初出ます。どうでしょうこれ、仕掛けません、泣かない、あこれ泣かないですね。これ泣い、さんは泣、僕は泣いてギャンワンもしくは E1 を切りますね。はいはいはい、そっちも出ました。このチュンももちろん泣かないですね。これをもう倍満のイーシャンテンにしか見えないっていう方は結構いるんですね。メンホンチートイツドラドラ、はい、それ泣いたら漫画になっちゃうじゃないかということですね。確かに、漫画のリャンシャンテンになるそうなんですね、うん、まあ、柔軟な形にはなりますが薬本一ドライチと見ると確かに、うん、打点が下がってシャンテン数も下がってみたいな確かに、どうしましょう。白は場に2枚、ここにドラが1枚いきました。さあここが1日3の3色のイーシャンテン、イースーピンとカンパーピンのイーシャンテンですね、うんうん、はい、さあこの倍満のイーシャンテンはどうか。倍満のイーシャンテンですね、ドラ重ねたいな。伸びたのは3万、田の地カンパーピンが入りました。カンパーピンの方入れてリーチ、イスーピン待ち、イーピンで3色がつきます。イーピンはなんと場に3枚、あ地下のお天杯ですか。はい、地下のはイースーワン待ちのピンフレ天杯ですね。イースーワンが現物なのでこれはリーチ棒を取りに行きましたね、はい、ただイーマンを積も上がりました。ピンフ積も、700オールは800オール、地下のつま上がりです。これリーチしたくなる人もいるとは思うんですが、はい、まあ、私ですか、はい、リーチを受けたばっかりで現物ってまず選ばれやすいんですよね、はい、だからこの一巡の間にイースワンってかなり出る確率は高いんで、はい、それでまあ教託2本あるし、あそうですね、手堅く取りに行ったんですが一発もでしたか、はい、地下のの連チャンとの一局が2本馬になります。うちはすぐ高ぶってリーチって言っちゃうんですけど、いやまあもちろんリーチでもおかしくないと思いますよね現物待ちじゃなかったら絶対リーチの手ですからね。そうですね、うん、ドラはパーソー、親の地下のダブトンが統一、して確かに
リチオなのになってこれはすごいですね。リチオってね、麻雀をするための名前ですね。これはきっと裏はパーソー、多分昔からこの名前でやってるんで本名かと思うんですけど、ね、本名ですか、20年前ぐらいに雑誌の企画で会ったことあるんですよ。はい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 、はいそして上の地下ももうダブトンをポンしていますね。そして上に配信予定が発表されてますね。3回戦から5回戦まで。これやっぱ大井さん4回目です。リャンソーがあんこ、これでイーシャンテンですね。カンリャンピンと 9万9ピンのイーシャンテン、20年前は麻生さん生まれてないし、近野さんはね、43歳です。だそうです。若く見えますね。麻生さん生まれてないんですね。生まれてない。はい、生まれてないですね。あ、あんまり深く、はい。生まれてないです。そうなんですね。まあ、僕は6歳ぐらいだったかな。20年前6歳ですか。そう、近野さん素人伝説で100万取った人、そうです。よく詳しい方いらっしゃいますね。その時私記録係やってたんです。あ、そうなんですか、はい、あの雑誌の企画でね、そのへー、はいはいはい、あのなんか一般の方が出れるみたいな、そんなので若かりし頃に100万円、それはすごい。このベストワンも100万ですよ。そうですね。さあ、田の内いいスーピンを入れてどうするか。ドラがパーソー、ドラがパーソー、リーチもありですが、パーソー切ってテンパイ外すもありですし、3層とか切る手もありますかね。ーああなるほど、あ9ピン、ああなるほど、これ柔軟ですね。 ほぼ単野を確定で、はいはい、まあ、チーソー引いちゃってもいいしと。はい、なるほど、この9ピンは柔軟で面白いですね。でチーソーが2枚目が見えて、このあとどうするか。お、今度は役割になった、なりました。はい、役割のカンチーソー待ちです。お、そしてすぐに出る。はい、単葉ドライチの2600は日本馬で3200点です。いや、これは今の9ピンから見事でしたね。すごいですね、さすが田之内さん。9ピン切らないと上がれてないですよね。はい、即リッチでも上がれてないし、上がれてないですね、おそらく。パーソー切ってたら、まあ、転売もしてないし、パーソー切ってると、まあ、ピンズ待ちで転売し返してましたけどね、うん、あ、そっか、そうですね、まあ、まだ上がりはということですね。さとんの2曲です。ドラは数万、親番が川崎です。さあ、ハイパイどうでしょう。1メンツ、いや、2メンツありますね。 EP アンコと相談シャチ9、なんちゃの斉藤、そしてシャーチャ、タノウチ、ペーチャ、チカノ。なんかハイパイは親が一番いいですか。そうですね、まだこの川崎の超攻撃麻雀を見せてもらってないんでね。かっこいいですよ、自分の長所、宝珠を恐れず攻撃に行く。マージャン、ね、マージャンでのこだわり、攻める際の覚悟、かっこいいですよね攻めることしか書いてないそうそう、ぜひ注目してほしいポイント、超攻撃マージャン。ああ、素晴らしい、うん、年齢22歳ということなんで、今回の参加者で一番若いですかね。若いですね、おそらく、はい、うん、マージャン歴は7年と。7年ですか7年やったらちょっと一緒ぐらい、うちよりちょっと長いかぐらいですね。で他の3社がもう20年ほどですかね、麻雀歴が。田の内の麻雀歴が21年って書いてあるんですよね。田の内さん、やっぱ年齢差し押してますか。27歳っていうことになってるんですが、27歳で麻雀歴21年ですね6歳からもう英才教育ですね。おかしいね、本当に。7巡目に差し掛かりそうですが、
あ、45歳児の方も今日出てますが、その方も40年ぐらいっていう話してましたね。そうなんですか。ええ、英才教育の英才教育ばっかりやもう。広いイーシャンテンですね。親番の川崎が広いイーシャンテン。して、うん？続々とイーシャンテンになっていますね。そうですね。川崎の手はピンズの2から8ドレ引いても両面になるっていうイーシャンテンですね。そしてここ田の内はシャーチャ。シャーがドイツのイーシャンテン。これでリーチですか。リーチです。親番の川崎がリャンウーピン待ちのリーチ、ドライチのリーチです。ピンズは川に一枚もなし、どこに行ってしまったんですか。これはちょっと出てないけど、どこにいるか全然わかんないですね。うん、山4枚います。リャンウーピン2枚ずつ、ここにピンが来ました。ここからは出ないですね。コバゴーと高春って何歳違い？4歳ぐらい違った気がしますね。お、すごい、コメントで4つぐらい。コメント、あ、詳しい方がいらっしゃいますね。はい、だいぶ若いです。4つも若いです。4つも、うちまだ20代ですよ。無視された。ちょっとね、その20代の中のどのぐらいかなっていうね。そう言わなくなってたら、あ、そろそろだなと思えばいいんですね。あ、20代って、そうですね。言わなくなってたらね。さあ、田の内がシャアの統一落としで回ってます。リャンウーピンは続々と周りに流れ、リャンピン、ウーピンが残り1枚だけに減っていますね。なんと、もう残り1枚ですか。残り1枚。ごぼごさんは若く見えると思います。そっちも今田のうちね、ペイが通りました。うちはイーシャンテン、パーマンって切れるんですか。パーマン筋だと田のうちがテンパイを取れるかも。で、地下のテンパイしました今。田のうちもこれでテンパイ、テンパイ形式テンパイ、地下のも感知ピンでテンパイ、パーワン押せるか、押した。あ、先に田の内が、ね、はい、切りました。相手で田の内が積もって、これは相手な流れる。そうなんとあの手が3人テンパイになるんですね。3人テンパイになりますよね。はい、田の内、地下の川崎の3人テンパイです。はい、川崎の連チャン、トンの2局に、1本場になります。大井さんの人気がすごい。コバゴーさんも人気ですね、やっぱり。めっちゃもうコバゴーさんと大井さんの話しかないやん、コメントが。いや、麻生さん若いって書いてありますよ。1個だけありました。熟女とも書いてありますよ。熟女はね、朝ピンがうちの熟女枠に入れたんですよ。しかもうちのいないところで。なんかもうあいつは熟女やからな、みたいな話を配信で言ってたらしくて、後からコメントに報告してもらいました。朝ピンが熟女って言ってたで。2曲1本がドラはペイです。今日は半チャン6回あるんで、我々ちょっとずつ抜けますので、はい、朝ピンサボってるわけではございません。はい、しばらくは2人体制でやることになりますので、よろしくお願いします。お願いします。次の半チャンはコバゴーさんが抜けはるんですか。ん、違うな、多分なんかそんな感じになるかと思います。はい、川崎攻めるっていうのは、あの白はポンして攻めていくんですか、それともリーチをして攻めていくんですか、どっちなんでしょう。どっちのタイプですか ねこの白は、打点も見えない形で一応リーチ棒1本、うん、1本場が出てて、どっちなんでしょうね。ちょっと まだ分からないところではありますが、さっきのメンホンチートイツを泣かなかった人なので、はいはい、面前で攻める人なのか、
そうか、これでイシャンテンになりましたね。これだと1枚目は見送るっていう人もいますよね。はい、まだ間に合うと見れば1枚目見送ると。うんうんうん、あ、そうですね。田内がドラドラ、ペイが統一です。チカノは全部タンヤオハイ、うん、統一が多いのでローソー外しましたね。ローソー外しました。ローソーが場に1枚飛んでるから、そうですね、でしょうかね。うんうん、エンチーソーないのは田の内さんか。そうですね。あ、ここで急走切り。そしてチカノがテンパイ、換算マンでタンヤオのみのテンパイしています。今の急走、急走、ん、あ、6、7、8の3色見ながら9、9って切っていって、別の場所で作り直してもよしということですね。あ、ここはね、松岡さんのショールームですよ。お、そして3万の値上がりですね。はい、1300は1600を近野が、斉藤から値上がりいたしました。トンの3局に移ります。親番が斉藤、映っているのは先ほど上がった近野です。うん、松岡ショールームです。ドラはリアンソー。コメントしてくれはる皆さんはよう知ってくれてはりますね。そうですね、詳しい方いらっしゃいますね。結構見学可能、ね、ちょっとしか下に降りてないので分かんないんですけど、何人かは来られてたみたいですよ。なのでよかったらぜひ近くの方ならば見に来てくださいね。うんうん、小西さん来られてました。言っちゃった。映ったはずしたもない。あー、テンパイ。斉藤がシャータン家のチートイツのリーチに行きます。親番ですよ。これはいいですね。捨て牌もペイ、リャンピンと、まあ、普通の手に見えますからね。はい。そして、シャー、ここに1枚あります。シャーが。これはさすがに止まらないよ、ね。これは無理です。はい、リーチ一発、チート。ドイツ裏は乗りませんが、親番なんで9600の上がりとなりました。いや、これは痛いけど仕方ないですね、はい、そうですよね。あんなシャー止まんないよ。シャー先に切っとけばよかったとかないですかね。そうですよね、はい、これは仕方ないです。はい、鬼だ。その3局が一本場になります。斉藤の連チャン、彼女さん痩せてたら人気出すぎちゃう。ドラは9ピンです。田の内は痩せる気はあるんですかね。どうなんでしょう。でもなんか3ヶ月に1回ぐらい本気でダイエットしますって言ってますよ。言ってません。言ってます。そうなんですか。僕はあんまり聞いたことないですけど。でたまに糖質制限みたいなのをしてはるんですけど。たまに。みんなで居酒屋に行くと、僕糖質制限中なんでって言わはるんですけど、あ、大丈夫大丈夫、このチャーハン多分ね糖質制限のたなんか米だからみたいな、糖質のないお米だから大丈夫ってみんなに言われて。そんなお米あるんですか。うん、そうだねって、これ食べても糖質制限だよって言ってチャーハンを食べてるイメージがありますね。なるほど、うん、僕はなんか丼物を食べに行った時2つ頼んでたのみたいなですね。わかります、はい、なんかラーメンとチャーハンセットを置かずにチャーハンを食べるんですよ、と楽しさ。それは大変な成長しますね。うん、さあ2択の速報、トンの4局、大沼さんがトップ目ということは、これトップを取ると大沼さん2連勝ですか。そうですね、はい、まあ、まだ 39,400 だとまだわかんないですかね。まあそうですね、うん、コウさんもアイスのあてにアイス食べるんですか。はい、それはそうですね。それは仕方ないです。仕方ない。さっき大井さんとも話してたんですけど、はい、まあ一つじゃ済まないよねっていう話をね。そうですね、まあ、アイスはたくさん食べるものだということで、わ、うんうん、かりました、はい、でもアイス食べたら麻雀強なるかもしれないし、うちもじゃあ食べようかな。ほどほどにしといた方がいいと思いますよ。
チャーハンおかずに白飯やったっけ。いや、ラーメンとチャーハンおかずでチャーハンじゃなかったっけ。僕が行った時は海鮮丼を2つ食べてましたね。あ、海鮮丼はやっぱしょうがないですよ。うん、しょうがないですね。しょうがないです。コメントが大盛り上がり。アイスとかおやつの話になって、うんうんうん、あ、そういえばカールが関西の方はまだ売ってるんですか。関東ではある。関東です。関東では販売中止になるらしいですね。カールは販売中止らしいですね。そんなバカな。あの大井高春大好きのカールが。あ、そうなんですね。うん、あ、そう、ツイッターに書いてありましたね、カールが。じゃあもう関西で買いだめして帰ってもらいましょう。で、僕結構最近探したけどないんですよ。え、大阪に。大阪で。え、もう みんな買い始めてるんですかね。なるほど。ちょっとじゃあうちが実況抜け番の時にちょっと近所のコンビニで見てきますね。結構関東の人が買って帰ってんのかもしれないですね。あ、いっぱいある。あれ、本当ですか。僕の身の回りだけなかった。なんか、はい、さ、三択の速報。先ほど 1.5 着だったサイコロさんが今回は3着と、まあ、ただこのタコすごく丸いですね。スリーチが入りました。田の内がリーチ完了満待ち。リーチドラドラですね。リーチドラドラ、はい。ちょっとカールの話してたらすぐみんな転売しちゃった。山は場に1枚。ここは最後に山にしました。あ、これで山に1枚ですね。1枚になりました。はい、田の内の捨て牌がかなり強いので。そうですね。うん、どうなるかですね。へえ、大井さんすでにも買い溜めされてるらしいですよ、カール。なるほど、さすがです。みんなめっちゃめっちゃ詳しい。親番の斉藤、この前予選に来ていたあの RM の松ヶ瀬が、はいはいはい、カールいっぱい買ったみたいなことをツイートしてましたね。へえ、そんなみんなカール好きなんですね。仕掛けが入りました。そう、仕掛けた。ロー装置切るのは現物のローワン。あ、お、しかしそれで地下のが転売してましたね。地下のが今転売してたんですね。はい、単葉、ま、現物待ちの玉店で単葉のみの1300は1600。はい、トンの4曲に移ります。親番が田の内です。朝ピンはちょっとご飯休憩です。マゴーさんと一緒に実況解説するの初めてなんでね、緊張しますね。そうですね、まあ、僕誰とやっても緊張するんで大丈夫です。はい、はい、そんなん絶対うちの方が緊張すると思うな。ドラは3品、はい、実は解説結構やってるんですけど慣れないですね。そうなんですか。未だにね、結構カメラの前だとちゃんと喋れないんですよ。そうなんですか、ね、え、そんなキャラなんですか。そんなキャラなんですよね。すごい意外。めちゃくちゃ意外です。え、うん、あの配信対局は緊張されるんですか。対局は大丈夫なんですけどね、やっぱね、はいはいはい、インタビューとかね、あ、用意してたこと全然言えないんですよ。そうなんですか、あんなに出てはるのに。意外。もっとじゃあいっぱい喋ってもらおう。今日この間マヤと遊んでた。いい、ちゃんと実況解説してましたよ。ちかのさんの川がすごいな。ゴーゴーゴーって並んでる。あ、これか、国士、国士、国士かちゃんたかですね。国士は四シャンテン、うんうんうん、そして親番は田の内。いいですね、いいペーコができそう。さあ、ここは統一ができて国士方針を決めるか。国士をやめてチャンタに行きましたね。はい、いや、ね、初対面ではないですよ。ちょっとコバコバさん全然初対面じゃないですけど。そうですね、結構、はい、何年も前から。そうですね。ただここで喋るのは初めてです。初めてです、実況解説はね、うん、はい。フソさんはいつも下ネタ言わない、いつも上品。あ、そうなんですか。はい、え、ちょっと待って。私いつもお上品ですよね、コバコバさん。そうでしたっけ。はい、
そうそうそう、うちの結婚式も来てもらいました、はい、小川さん、あの朝ピンと一緒麻雀の話してましたって噂です。まあ、してたような気がしますね。サタナウチはこの嘘でどうするか。パー1が素直ですが、パー1でしたね、はい、はい。まあ、E1 が3枚見えてるので、ここの部分が弱いと見て、あ、うん、パー1へのくっつきをちょっと考えたんでしょうけどね。はいはい、なるほど。そうそうそう、みんなよう知ってはるわ。ん？サピンと愚形リーチの話してた。そうですそうです。そんな、そうそうそう、そんな話してましたっけ。なんかね、同じ宅に津田弁護士も多分座ってはったんですけど、津田さんが、津田さんに聞きました。川崎がリーチ、ペンチーピンのイーペイコー、捨て合いがすごいですね。ピンズの5345って並んでて、うん、このペンチーピンは分かりづらいですが、かといって筋で切る牌もいくつかあるので、あ、うん、なるほど、まあ、いらなかったら出てくるぐらいですかね、うんうんうん、ペンチーピンは鹿野が1枚持っているので山には2枚、そして田の内が天牌スッチ総待ち、上の田の内が追いかけリーチに行きます。そうですね、現物のリャンワンの方から行きましたね。形上は E1 切った方がリーチ後に暗冠ができたりするんですが、はい、まあ、この手さすがに一発つもリーチ一発つも、もう違うと2000オールですね、ですね、はい、なんと E1 を切ってれば26オールでしたが、そんなことよりもやっぱりね、さすがにそんな小さな差よりは安全度の差が大きいですね。はい、呼んでくださいね。え、麻生さん、郷さんの結婚式にも来てくださいね。ああ、 あれば、ね、呼んでくださいね、はい、はい、さあ、田の内連チャンになります。ドラがウーピントンの4曲1本場です。あればね、でこれで、この現在トップは田の内と近野が同点ですが、374、ね、うん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 、田の内ハイパーいいですよ。いいですね、早くもいいシャンテンでした。この先はまたもいいペーコができそう、うん、みんなが優しい。すごく優しい。そして、そして、お、川崎もいいですね。そうです、タイトル戦の準決勝、外のうちパースを引いて手広いくっつきになりましたね。はい、のうちさん、ここで4000オールとか引くとすごく大きいですよね。くっついた。6球満待ちでリーチです。リーチピンフドラ1ローマンで単ヤオ、この6球満はいいんじゃないか。すごくよく見えます。1,2,3 手牌に3枚場にはなし、5枚残り、ローマンが2枚と9万が3枚山に残っています。これはだいぶいい方ですね。この順目で自分で1枚使ってるロッキー1としてはだいぶいい方です、うん、ただその攻めますと言ってた、攻めますと言ってた川崎さんの手が確か悪くなかったはずなので、悪くないですよね。これはもうギャンピンぐらいいくか。ギャンピンを切れば、ギャンピンいた。まもなく川崎が追いつきそうな感じしますね。追いつきそうですね、はい、いいシャンテン。結構手広いいいシャンテンですからね。はい、ただいい町で追いつくかどうかですよね。短期町の借り手になってしまったらどうなるか、どうするんでしょうね。
何か立川のペイの統一を、あるいはこのチーピンパーピンをポンしていく選択もあるんですが、あ、ありますね、そうすると一応両面待ちにはなるんですね、うん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 、ただ9ピンは取っていない牌です。どうするんでしょう。手配しました。さあこれは短期にするかシャンポンでか、シャンポンの単野をチーピンパーピンのシャンポンは実は山には残っていないんですが、ドラのピンとか引いたら変化しますね。そうですね、まだ変化ありますね。辻になった。ドラ表示牌もいった。ドラ表示牌を切りました。筋になるとはいえ、やっぱりこの多分放送対局とか慣れてないと思うんですけど、はい、で親輪に対してスッと行きましたね。さあローピンを引いて、これでウッパーピン待ち。そうですね、やっぱさすが、うん、押します、攻撃しますって書いてありましたもんね。さあウッパーピン待ち、ドラのウッピンが山に2枚。おお、2択の速報、飯沼さんが 4万5000点の、あ、たまじ一発でウッピンだ。この薄いウッピンをドラの方一発で掴んだ。ドラの方一発で掴んで、これは8000点、8000は8300点、田之内の宝珠となりました。これはよく数ピンから押せましたよね。そうですね、あの数ピンは結構押せない人も多いと思うんですよ。はい、単野のみの愚形シャンポンですからね。そうですよね。参りました。今映っています。映っているのが今上がりきった川崎です。そうですね、若いですね。22歳。22歳、うん、はい。そして、難入しております。親番が地下のドラはローピンです。22。そのうちね、今の6球満良かったんですけどね。良かったんですけどね、あそこから押し返されて上がられてしまいましたね。若いっていいですね。うん、分かる分かる。高春の半分以下。半分以下、確かに。そうなんですね。最近僕もね、麻雀店にいると半分以下とかね、あのお父さんが僕より若いとかね、そういうの言われる。お父さんが若いってショックですよね。結構。そういう人が増えてきてね。もうだって平成生まれとかって言ってたじゃないですか。平成生まれ若いとか、もう今0年代じゃないの、2000年代じゃないのみたいな言われるらしいですよ。そうなんですか。はい、らしいんで、あ、そう、仕掛けが入りました。田之内が仕掛けています。ペーチャでペーをポン、相図の一色亭。そうですね、形は悪いですが、まあ仕上がりは高いんでこれがいきますね。はい。斉藤南が統一になりました。さあ、友添さんもトップ。大井さんと友添さんが同卓だったんですね。まだ何2局ですね、うん、はい、時間がね、今回残りまだ20分。だってこっちの卓まだ何の1局ですよ。終わる。そうですね、20分はギリギリですね。ギリギリですね、はい、今川崎転敗しました。あれ、川崎はテンパイをしています。ごめんなさい、ロッキュッソー待ちのピンフ。ロッキュッソーピンフでリーチはドライチなのですが、リーチはしない。3色の手代わりがありますが、はい、6、7、8の3色、斉藤が先にリーチをかけました。一数万待ちです。これリーチをしないんですね。まあこれはさすがに次に追っかけるか、次に移るこの手配です。で、ジャンマンの方を切って追いかけリーチが川崎ローキュソ待ち。3色の手代わり見たんでしょうね。あ、急走だ。あ、そしてまた一発だ。リーチピンフ一発ドライチ。裏は乗りません。1003、あ、ごめんなさい、8000点の出上がりと、また一発だ。2局続けて追っかけリーチ一発出上がり、いいですね。はい、おそらく三色を見て手代わりを待っていたけど、先制リーチが入ったんで追っかけと。追っかけると。うまくいきましたね。はい。あの2局です。ドラはチーピン、親番は
先ほど上がった川崎と。もうアンケートに攻める攻めるしか書いてなかったですからね。若いですからね、攻めましょう。違う関係ない。ほらもう小馬郷さんが今苦笑いした。僕もよく攻めてるんでね。若いですからね、はい、そうですね、はい、もちろんもちろんです。やばい、ちょっと会話が終わってしまいました。すいませんでした。さあトップ目はまだ近野なんですね。37,400。あ、そうですね、手堅くいって、ま、そのまま守ってる感じですね。しかも初が統一。ここはね、イーシャンテンですね、親番の川崎。しかのは初は泣いてないですね、はい、今泣かずでした。解説席が入局しすぎってコメント来てます。入局多いって。入局が多い。こっちが入局する。天敗、川崎天敗です。カンチーピン、ドラのカンチーピン町でリーチに行きました。まあ、これはこの町にしてリーチ行きますよね。別にそんなに上がれるとも思わなくても、うんうんうん、上がれてる場合のメリットが大きいのでこれはリーチに行くと思います。ドラのチーピンは山に4枚残っています。4枚、誰の手にもないんですよね。そうですね、4枚残り、はい、そして2択、大井さんが逆転、大井さんが友達さんまくったと。ピンチカノのところに1枚行きましたが、まだ3枚います。このリーチが一人天敗で流局になるか、積もって裏1で4000ウォールになるか、ね、全然違いますね。そして追いついた田之内、あ、追いついてない、またインシャンテンだ、すみません。にゃんめんにゃんめん、スーワンを打てればかなり手広いインシャンテン。どうしましょう。9万をつもぎり、しごろの三色にする。そうですね、しごろの三色になったら勝負っていう感じですね、はい、でもっと変な牌引いたら9万9万で降りると。まあこの9万も面白いですね、はい、9万だってね、無筋ですよね。無筋なんですよね、はい、もう同じ無筋でも数万よりは安全だし、だってもう形も崩れない、はい、さすが田之内さん。まだ3枚、まだ3枚いますか。田之内の星、ウーマンが入ったらいいんですもんね。あ、ここで9万だ。そうですね、さすがに次の危なそうな無筋はやめましたね、うん、まあこれ9万切ってるうちに復活はありますからね、うん、はい、チーピンはまだ3枚います。9万、どこ行ってしまったんでしょうね、ドラは。あ、広告いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。名前が流れてしまった。これはなんて呼んだらいいんだ。 MSZ さん、そして黒部さんからもいただいてました。ごめんなさい、ありがとうございます。あと千野さん、千野先生の応援が来てますね、はい、ありがとうございます。でドラは山に2枚になっています。うん、一人天敗で流局の効果、あ、斉藤がイシャンテンになってる。お、ドラが来た。そしてテンパイですね、なんとカンローピン。タンヤオイーペーコードラドラの8000点。ただローピンは山には。あ、そしてチーピンがここに来た。チーピンがなくなりました。あとは斉藤がテンパイを維持できるかどうか。はい。速報が、お、桐山が逆転。桐山がトップ目と。これもう終わったんですかね。なんでしょう、あれ途中経過です、ね。途中経過でしょうね、おそらく。田之内の手が止まりましたが、さあ安全牌はあるか。
ん、なさそう。数万。これがウーワンの切れ具合ですかね。ウーワンローワンの切れ具合を見て、そして斉藤はウーソーはこれは無筋両ソー、押しましたね。押しました。スーソーのワンチャンスで天敗維持と。川崎斉藤の2人天敗で流局しまして、川崎の親が続きます。はい、今日はずっと無料放送なので最後までお付き合いをお願いします。ドラオは小さになりました。さあ、もうトップはかなり平たくなりましたね。一応千地下野がリードしてますが、点差は1500点差ですね。そうですね、359と345。はい、川崎さんの緊張感が伝わってくる。今親番地の川崎さんですね。あと最近は自動ハイパイでやる方も慣れてきてる、あの多いと思うんでね、はいはいはい、サイコロで数数えて4枚ずつ取り出してこれをいきなり放送卓でやれと言われるのも結構慣れてないと大変ですよね。確かに、だって川崎さんとか若いですからね、もう、マージャン覚えた頃にはもしかすると自動ハイパイばっかりだったかもかもしれないですよね。かもしれない。時間のがドラドラです。ドラドラで1通のイーシャンテンですね。はい、スパーマンが来ました。さあ仕掛けました。パンチ1通確定。これシャンポンに受けました。シャンポンにするんですね。ドラを切らず、ウーソーチーソのシャンポン。ホバホーさんは両面、両面にしそうですが、まあ、供託もあって、はいはい、ただ順目的にはまだ間に合うかっていう感じですかね。なるほど、ドラドラを使い切りましょう。使い切って、まあ、ドラの方で上がれれば かなり大きいですから、うん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 、そうですね。で、嘘ぐらいなら出るかもしれないしと。はい、ちなみに田内の手に嘘小僧ってあるんですよね。ありますよねこの2枚がどうなるかですね、はい、ドラが小僧なので、ドラが小僧なんで、いやでもとりあえず切るなら5からになりそうですが、はい、うん、数層とか引いてしまうとどうなるか分かんないですね。そうですね、確かに。あ、これ嘘からだ。嘘からこれが補充となりました。1通ドラドラ3900は4200点、しかのが田の内から出上がりです。ダンピングが入るとね、まあ今のはしょうがないですね。さあ、難の3局です。親番は斉藤、田之内さんの横側がちょっと映ってますが、ちょっとって、うん、まあ今のは仕方ないですけどね、うん、ドラは9万。田之内はね、ラスオエが残ってますね。ペーチャーを引いていたので、で現状斉藤と田之内が300点差なんですね。はいはい、田之内が上ですね。田之内が300点上です。22400。はい、トップは今地下のが今の上がりで少し抜けましたね。抜けましたね、はい。なんだこ今の斉藤の手にウーピンが4枚、ウーピンが4枚いましたね。これはどうしていくんでしょうか。ちょっとどこでメンツを作るかも難しいところで、はい、リャンピンを切るのもカンをするのもまだ早い気がしますもんね。うん、難しい。次ですね、これどうするか。4を引きました。さらに難しくなった。あれどうしたらいいんですか。どうしたらいいですかね。とりあえずね、白が統一なんですけど、お、差し掛けました。あ、なるほど、この3ピン投げるとこれであのピンズで3面図がほぼ確定なので、はい、本一に行きやすいですね。はい、
もうこの3品スムーズに声が出るのはいいですね。あ、そうですね。どうしたらいいんだろうってな、うちなってそう。そう、今のでハクポンよりも3品地位をね一番したかったぐらいですね。残り時間が10分を切りました。うん、ただここまだトンかチュンを重ねないと厳しいですね。そうですね。そしてトンジャモンズ、トンかチュン、あ、トン重ねました。重ねた。ハクとトンですね。泣きたいハイは。ちょっと待ってくださいね。川崎がペイをポンした。ペイをポン。ペイチャですね。さあ、ここにトンが1枚ありますよ。トンの打ち手が進んだら出そうですね。出ますよね、うん、そして川崎もね、ハクを1枚持ってるんです。まだ切らない。仕掛けました。カンリャンマンチ、まだトンは切らない。おお、まだ切らない。あ、なるほど。ドラが9万なんでドラ使いを固定しましたか。まずはい、まあ、チーワンも1枚切れだし、そんなチーワンにはまだ備えなくていいってことですね。うん、人の初、これはチュンの方切りました。チュンだと田の内がポン、これでトンが出ます。トンをポンしてサブローピン待ち。さあ、これで2人が本一のテンパイですね。そして初、初をポンして、お、これは川崎、川崎はまだ遠い。これ川崎らしい仕掛けなんですかね。2ヤクヤク泣いてまだ次に移りますが、何シャンテンだろうと。しかもここからチーソー切ってるんですね。あ、そうですね、あ、3品を積も上がったのは親番の斉藤です。トン本一4-4-2テンパネですね。2600オール、目まぐるしかったです。2人はね、3人でそれぞれ2フロずつですからね。まあ、この3品泣けたのがやっぱり大きかったですね。単3品チー、うん、はい、単3品チーしてウーピン4枚使いのサブローピンは結構上がれると思いますね。そうですね、うん、何の3曲1本場最後のレンちゃんです。今映っているのが斉藤さんですね。ちょっと上がった瞬間で嬉しそうでした。そうですね、トップもだいぶ近づきましたからね。今の2度コールで2600オールで、はい、そうですね、トップとほぼ並びですか。もういや、2着とほぼ並びで、トップまでは1万点ぐらい。さあ、ここでハクをポン、また整ってますね、はい、あ、ただ E1 から行きましたね。はい、ハクをポンしてダイーマン、ローアンとスーピンが浮いてるんですが、まあ想像本線にして、うん、なるほど、うん、あの目立たない捨て牌作りたいですね。あのローワン3は E1 とか行くともうソーズですみたいになってしまうので、だから今も E1 3は並べずにできるだけ普通の捨て牌を作っていくと。 E1 の後しばらくして3ワンだとその辺持ってるように見えますからね。見えます。繊細ですね。そうですね、あの E1 は繊細ですね。斉藤さんは事前アンケートによると長所が控えめなところと、最後まで頑張りますという謙虚なコメントをいただいてます。さあ、これをどうする、どうしましょう。テンパイを取るのか。ドラの思想を切ってテンパイ取りましたね。はい、2役ドライ100トンドライ1のテンパイ、いっそ待ちです。まあ5800十分ですよね。はい、そう、 E1 3番切ってる間に重ねたローハンが頭になって結局こうなりましたが、はい、まあいいと思いますね、これで。はい、もう5800上がれば2着かトップになりますね。積もれれば2100オールでもほぼトップになる。ほぼトップですね。数層を近野が引き入れて数層3枚近野が持っています。ただ E 層が山に3枚結構残ってます。
そう、力のこの手ですね。そうですね、突きのいいシャンテン。ただ親の二風呂のドラ切りに対してどう押し返していくかですね。そうか、親ドラ切ってますもんね。トーンを返してドラ、はい、役をテンパったがリーチに行くか。あ、行きました。テリーチルを急走待ちです。ここは勝負に出ましたね。はい、まあ、親のテンパイの確率もかなり高いと思っているので、これは結構思い切った決断だと思います。ローワン、チーマンです。チーマンか、ごめんなさい、チーマンしました。急走が実は結構強い。しかし川崎も追いついた。イースーソー、イースーソーも、イースーソーは引き合いですね。ちなみにダブロンはないルールなので、このイースーソーを近野が掴むと川崎の方の上がり。あ、しかし積もったな。急走積も上がり近野です。リーチ積もドラ、これは乗りませんが、2戦は1100、2100を近野が積も上がりです。これ大きいですね、この何三局で。大きいですね、はい、はい、3人天敗を積もり勝ちました。この今まで見てると結構近野って無難な選択をしつつ、はいはいはい、ダマテにしてそうですねという感じだったんですけど、ここは勝負ですね。これさ、ここさえ上がれば、はい、ほぼトップになれるということで勝負に出ましたね。気合が入っていました。そしてオーラスに移ります。親番が田内、ドラはペー。田内現在ラス目、ね、時間は残り3分ぐらいですので、あとはこの曲ともう1曲になると、ね、なりそうですね、はい、さあ点数状況は2着3着が接戦ですね。はい、1900点差。そう、川崎がリーチボーターして1000、2000の親かぶりだったので、結局点差は広がらずオーラスまで来た感じですね。さあ、川崎はハネマンツモならトップまで行きますが、それを狙ってるでしょうか。狙いますか、どうでしょう。 この手ですね、見えなくはないですね。本一一通になると、はい、ただ下と1900差なんでね、脳天だとまくられてしまう可能性が高いと。斎藤さんもハネマン積もるとトップまで行きますよね。斎藤さんもね、あ、こっちもこっちもそうなんですよ、面本。あ、ただここでチーピンが統一になりましたが、どうするんでしょう。そしてそのうちドラドラリーチカンパーソ待ちです。さあ、これは3人の手がぶつかるか。このカンパーソ山に3枚3枚なんと。さあどうだ。さあチーピン、チーピンといけるか。ただこれハネマンになるとも限らないんですよね。でも面本イーペイコーがチュン、チビタ、おー、行きましたね。これ田内イーピン統一落としリーチなんで後継の可能性が結構あって、はいはい、怖いところではあるんですけど、チーピン行きましたね。行きましたね。3万現物一旦チーピンから。さあ3択終了いたしましたね。トップは小松さん2着多い、3着ともぞ4着足立と。おお、そして押しています。川崎押しています。いいシャンテンですね。ただパースを掴んでる。あ、テンパった。これは行きますか。リーチでイーペイコーの方を積もれば、うん、ダマテンだ。ダマテンにした。パーソン待ちのダマテン斉藤です。テンバリなどではないんですが、さあ仕掛けてパーソー。ただこれは頭跳ねで斉藤の上がり。なんとダブロンで、面本ですね。6400、5200ですね。あ、ごめんなさい、テンパネせず5200。テンパネせず5200を斉藤が川崎から上がって、これで2半チャン目終了となります。トップが地下の2着に斉藤、3着川崎、4着が田内となりました。はい、地下のが堅実に行って最後ラス前に決めたという感じでしたね。うん、いや川崎さんの攻めっぷりも面白かったですね。攻めっぷり面白かったですが、最後はまあこのパーソーは仕方ないですね。ただこれ リーチに行ってると出てたかどうかわからないんでね、また微妙なとこですね。あ、そうですね、うん、確かに。
ジーピンをよく押して最後ダマ点にしてきっちり2着を取ったということですね。斉藤さんですね。はい、はい、ということで、そして前年のチャンピオンの田中さんがラスト。そうですね、明日は一緒に解説ですかね。いやどうでしょうね。さあということで、2班ジャンプが終了いたしました。引き続き3回戦目に移りますが、対局準備がございますので、しばらく CM をご覧、CM インタビューですかね、をご覧になってお待ちいただきたいと思います。